食パ。はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。今日ですね、ソックポップというね、インディーズゲームデベロッパー、デベロッパー、インディーズゲームスタジオの、ビザーというゲーム、訪問者というタイトルがついてるんですが、をやっていきたいと思います。このゲームね、Steam で、310円で売ってるゲームですね。これを高いのか、それとも安いのかと捉えるのは人それぞれのところでございますが、まあ、完成度と、まあ、ゲームのこのデザインとかそういうのを見ると、まあ、310円は、安い方ではないのでしょうかと思われます。でね、このゲーム、釣りゲーですね。森の中を、歩いていきました。おっと、いいのがあるじゃない。ここにね、ワーブって書いてあるんでね。ピックアップ。で、餌にする。そして、竿を持って、大きいのがいればいいけど、やっぱね、最初はちょっとね、釣りの醍醐味といったら、ビッグゲームハンティングですからね。やっぱね、大きい獲物を釣り上げるというのがね、良いのではないでしょうか。いませんね、大きいの。大きいのいないから、とりあえず適当にここに、投入！さあ、見てるね。見てるね。魚たちが見てる。魚影が見えるのがね、ありがたいね。さあ、来てるよー。来てるよー。よし、来い！この瞬間、大きいね、でも、大きいね。大きいね。いやいやいや、大きい大きい。わーといった感じの、これだけのゲームです。森の中で、餌を拾ってきて、魚を釣り上げる。だけのゲーム。15分も遊んだら飽きちゃうよっていう、情報プレイみたいな感じの、歌い文句でやってるゲームですけど、僕結構このゲームね、なんだろう、1、2時間やってんのかな。結構長くやってる。もともとね、その、釣りゲームが好きでして、私、OBS のね、なんだ？まだね、最初の頃 OBS、使いたての頃ね、いろいろ OBS の調整とか、お、でっかいのがいる。調整とかね、してるときに、まあ、釣りゲーをね、よくね、アップしてたんですが、やべ、見にくい、ここ。釣りゲーといってもね、あれです。ここもダメだな。ちょっと見にくいな。ちょっとこの辺から行こう。釣りゲーといっても、ファークライ5なので、本来はね、FPS タイトルのね、ゲームなんですけれど。大きいのいるか？来てる。あー、でも手前、奥の方の子が釣れちゃうかな。どっちが釣れるか先に。さあ、来い。さあ、おっと、わお、釣れた。大きいのがなんか見てる。大きいのがなんか僕が欲しかった、みたいな感じで見てた。ういっ、おー、さっきと同じくらいのサイズかな。いいね。今度白い魚かな。いや、さっきもこんな感じで色の魚だけど、わあ、はい、バイバイ。キャッチ&リリースがメインですね、このゲーム。紳士的な、フィッシングスポーツとしての、釣りゲーですね。まあ、日本人の私たちからするとね、釣った魚は食いたいけどね、パクパク食べたいけどね。ワーム、なんかちょっと、見にくいけど。よし、つけて。よいしょ、いいかな。ちょっとこの辺はちょっと釣りにくいね。もうちょっと、カメラのアングルがいいところで釣りたいね。大きいのは。向こうに戻ればね、ボートがあるから。お、あいつ大きいんじゃない？大きいように見えるけどどうだ？一番ね、食いつきがいいのはね、このワームですからね。あ、大きいんじゃないかな。お、もっと大きいのがいるぞ、あそこに。行くぞ。おい！さあ、見てる。さあ、来い。さあ、食いつけ。
さあ来い。お、来るぞ。来るぞ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 。お、よっ、うわ、でかい。マグロみたいなサイズだね。いやー、わ、わ、わー、おっきい、やったー、やったー、ひひひ、いやー、楽しい。あー、バイバーイ。いや、でかいね。ほら、ちゃんとね、返すと泳いでくんですよ。でかいね。いや、いいね、楽しいね。そうそう、もともと釣り系が好きでね、まあ、ツイッターの方にね、その OBS の、調子とかをね、整えたりとか、最初のね、こう OBS の使い方を学ぶときにね、その、ファークライでね、釣りの動画をね、よく撮影してツイッターに上げてたんですが、まあ、釣り自体は下手です。リアルの釣りはね、すごい下手なんで、釣りゲーがすごい好きでね。ファミコンのね、バス釣りのゲーム、なんてタイトルだって、確かファミコンだったと思うんだよ。とかね、あとフィッシュアイズとかやってましたね。ワン、ツーやってましたね。船釣りが好きですね、フィッシュアイズでは。あそこにいる、やつ取れる？あ、取れない。なぜや。なぜかね、あのワームはですね、水の上をね、歩くことができるんですよ。で、リンゴで釣ってみるか。リンゴで釣れるかな。あ、いるじゃん。ワーム、ワーム、ワーム、ワーム。あとね、食パンがね、落ちてるんですよね。食パンも結構釣れますね。僕の家のね、前にね、小さい川があるんですけど、昔よくそこでね、魚肉ソーセージとか使ってね、よいしょ。ザリガニ釣りとかやってましたね。まあ、釣るより取った方が早いんですけどね。ザリガニは。えい、ほい。さあ、食いつけ。大きくても小さくてもいいよ。釣りはね、釣れることが楽しいからね、大きさは関係ないんです。さあ来い。さあ来い。お、君か？君なのか？君たちなのか？さあ来い、さあ来い、さあ来い。いいぞ。お、お、釣れたー！やったー！おー！わー！イエーイ！大きいね。結構いいサイズですよ、これは。いいサイズですね。バイバーイ。バイバーイ。はい。あ、あそこに、ミミズが。リンゴでもね、釣れるし、人参でも釣れるし、キノコでも釣れるし、この空き缶、空き瓶でも釣れるけど、やっぱりミミズが一番ね、生き餌ですからね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。一瞬、一瞬。で、ボートに乗って、まあ、この池の真ん中にまで行くことができまーす。やっぱね、釣りゲームとかね、こういう環境音とかね、ヒーリング BGM、 ヒーリング系のこの曲が流れてね、本当にこういうのはまったりしてね、何時間でもできちゃうよね。なんだ、ザ・ハンター・コール・オブ・ザ・ワイルドの時も僕もそうなんだけど、こういうね、自然の中でやるゲームといった感じ。あ、やばい、ミスった。危ねえ。これね、竿を落としたら終わりですからね、このゲーム。さあ、おいで。また大きいのが来るかな？それとも小さいのが、手前の小さいのが来るか？奥の大きいのが来るか？あ、また奥から小さいのが来てる。さあ、何が釣れるかな？誰が一番、この、ミミズを食べるのか？おっと！おっと、ちっちゃいのでしたね。ちっちゃいのが食べた。なるほど。君か、食ったのは。よし、ちょっと、陸までちょっと戻らないとね。お魚さんを外せないのでね。船の上でね、外そうとすると、ちょっとね、竿を池に落としてしまうので。
そうそう。大きい魚といえばね、ビッグフィッシュっていう映画がね、あってね、いい映画ですね、あの映画。まあ、息子の結婚式から、結婚披露宴の時にね、お父さんが、息子が生まれた時の一度話すんだけど、まあ物語を話すんですよね。だいぶ飛躍した話を話すんだけれど、まあね、作り話なんだけれど、とてもね、いい作り話。で、まあ、息子はね、作り話、何回も聞き飽きてあんまり好きじゃないんですよ。で、どう考えてもそんな話は嘘800でしょうみたいな、本当に作り話でしょうみたいなね、感じなんだけれど、まあでも、最後はね、お父さんと和解して、で、息子はね、お父さんのために、お父さんの最後の、物語を作ってあげるんですよ。で、最後それで終わるんですけれど、まあお父さんがね、まあ、その話の中で、まあ、もともとセールスマンで、こう、いろんなところ行ってて、おっとやべ。子供がね、まあ、主人公の息子が、まあ、お父さんとね、すごい、楽しんだ思い出がね、少ないんですよね。要するに。お父さん、セールスマンだったが。釣れた。いいねー。ちっちゃい、ちっちゃい。かわいいのが釣れたね。よいしょ。バイバーイ。で、まあ、そんなね、お父さんの作り話が、実はね、だんだんこう、お父さんがね、病気になって、最後に作る、息子がね、作り話を作ってあげる、物語を作ってあげる途中でですね、まあ、お父さんがもしかしたら、セールスマンだった時に、まあ、不倫をしてたんじゃないか、みたいなね、感じのストーリーがね、それをね、息子が調べたりとかするんだけど、まあ、別にそういうことはなくてですね、本当によくしてくれた人っていうような感じだったっていう話があったりとかね。で、まあ、作り話かと思ってたんだけど、まあ、最後ね、お父さん死んじゃってね、死んじゃうんだけど、作り話はね、作り話じゃなかったのかもしれないという。登場人物は確かにね、ちょっとね、誇張して話はしてるけど、実際にね、最後のお葬式の時にね、お父さんが話した、作り話のね、登場人物だった人たちに、そっくりな人たちっていうか、そうであろう人たちがお葬式に来るんですよね。で、まあ、主人公もね、それで、最終的にはね、父は結構偉大な人だったんだなっていうような感じの話になって、いい話だなってなって、最後はね、自分の子供にね、おじいちゃんこんなんでねって、お父さんが生まれた時はとか、で、おじいちゃんの結婚式はみたいな。で、それで、おじいちゃんは最後にね、みたいな話をね、して終わるんだけれど、まあね、ビッグフィッシュっていうね、確かね、タイトルだったと思うんだよ。いい映画だね。あれも。さあ、来い。さあ、でっかい魚。でっかい魚、俺もするぞ。ほっ！わおー！わー、真っ白！真っ白なでっかい魚が釣れた。いやね、なんかそう、お後もいいようでね、そんなね、映画の話もしたことだし、よいしょ。このでっかい魚をね、釣り上げたっていう話でね、最後終わりたいと思います。いやー、楽しかった。これね、結構楽しいゲームでね、僕、アンインストールしないで多分ね、ずっと、パソコンのね、デスクトップにショートカットがある状態のままのゲームになることでしょう。ねえ、このね、シュールなキャラクターも可愛いしね、BGM もいいし。いやー、この、ソックポップのゲームは他にもあるのでね、また他のゲームも、ちょっとね、リビューというかね、プレイ動画を、上げてみたいと思うので、よかったらね、チャンネル登録すればね、見れるかもしれません。別に、無理強いはしないです。本業はね、また別であるのでね、ただゲームやってるだけの動画になりますからね、僕は楽しんでるだけの動画になりますから。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。さようならー。